リシア、スメール環境最終版に実装された炎元素の限定星5キャラです。魔人任務での活躍、圧倒的な神美女と多くの旅人の期待と夢を背負って実装されたキャラクターでした。しかしながら現実は非常なものでした。中途半端な中断体制、蒸発反応による火力が強化が困難な爆発、極めつけには工場ガチャ落ちしてしまうなどなど、ディシアというキャラクターが一体何をしたというのか、ありとあらゆる罪をかぶり、圧倒的な弱キャラ、インフレを抑えるための犠牲などというような烙印を押される始末、数多くの旅人を苦しめたという歴史がありました。そしてある旅人はこのようにつぶやきました。きっと水の国の神がこのディシアを救ってくれると。ただのザレ言でしかない発言、希望的観測に過ぎないその言葉は、同じくディシアを推す者たちの間では片や忌み嫌われ、片や藁にもすがる思いでしがみつくしかない呪いの言葉となったのでした。本当にディシアは救われるのか、まさに神のみぞ知る真相であったわけです。そして月日は流れ、審判の時、11月8日バージョン 4.2 のアップデート日、時は満ちました。今回はディシアの新たな編成をご紹介します。元素スキルを使うだけ、劣化を起こすだけ、そんな今までのディシアの救済方法とは全く違う、ディシアを愛する全ての旅人たちが納得できる運用方法をお持ちしました。そう、爆発型メインアタッカーとしての編成です。ディシアの魅力を最大限引き出すフォンテーヌの神フリーナと、ついに本領発揮とでも言うかのように暴れ始めた傭兵ディシア、この二人が織りなす編成を本日はお伝えしましょう。その編成の名は資料歌劇団。ということで本題です。今回はディシアとフリーナの二人を組み込んだ編成に関して着目していきます。よろしくお願いします。フリーナの実装によって、今までのモノパイロ型が基本であったディシアのメインアタッカーとしての運用方法は新たな選択肢が増えました。その中でも今回増えた編成手段は、普段からディシアを厳選して使っている人が使うディシアガチ勢向けの選択肢と、普段はディシアを使ったことがない人でも再現しやすいディシア初心者さん向けの選択肢と大きく2つに分かれています。これは幅広い層に対してディシアを使うハードルが下がったんじゃないかなと私としては思っています。今回は特に後者、今までディシアを使ったことがない、厳選したことはないような方が今後フリーナと共に使っていく場合に、どのような編成ビルドをすればいいのかを示していこうと思います。フリーナ、武器をはじめ再現性をできる限り上げたものとなっています。ディシアの使い道に困っている方は参考にしてください。再現性が低いガチビルドの方もちょこっと紹介予定です。では参ります。改めて今回の編成、資料歌劇団の編成をご紹介しましょう。資料歌劇団、別名ディシア歌劇団。コンセプトとしましては、フリーナによるサポートを用いてディシアの爆発での蒸発を安定化させ、継戦能力と火力、生存能力の3点を両立するという編成です。具体的に1人ずつ見ていきましょう。ディシア、今回のメインアタッカーとして活躍してもらうキャラクターです。爆発によって蒸発反応による火力を出すことをコンセプトとしており、今回はそれに沿ったビルドの構築となっています。武器は星4武器ウサイ、元素熟知とダメバフを与えます。これに関してはなかなかインパクトが強いかと思いますが、今回のディシアはお手軽に効果力を安定して出すことができる武器の選択が求められています。後に語りますが、編成の都合、敵に水元素が付着した状態が維持されます。そのため蒸発反応は多くの場合にディシア側で起こるようになっています。またこれにより武器効果が常に発動し続ける点、水共鳴、炎共鳴、ベネット爆発での基礎ステータスがある程度担保できているため、蒸発反応にこだわるのであれば熟知のサブステが美味しい点、生物の相性などの観点からウサイの採用となっています。生物は暇女4セット、時計は無凸なら熟知か攻撃、1凸以上ならば HP でも可です。会心ステータスが高いものを選んでもらったら大丈夫です。杯は炎バフ、冠は会心系を持ちましょう。基本はどの部位でも会心ステータスが高いものを選んでください。ただチャージ効率が若干厳しいため、4凸未満であればチャージ時計の選択や 40% 前後のサブステで稼ぐことも考えた方がいいでしょう。このあたりはフリーナに持たせる武器である清風剣の白粒子やベネットによるスキルによる粒子回収をどれぐらい安定して起こせるかによって変わってきます。凸の依存度について、無凸時点でも運用自体は可能です。推奨は1凸以上です。4凸以上ならば首振りすぎてねじ切れるほどおすすめします。
テンプレベルは優先は爆発ですが、スキル通常も可能なら少しずつ上げていきましょう。ベネットの貫突を模試している場合は通常攻撃でもいい火力が出せるようになります。ディシアの凸に関して、ディシアの凸なんて進んでないよという方もいるかもしれません。ですがよく考えてください。ディシアは工場で出てくるキャラクターです。少なくとも今後ガチャを引いていればいつかは凸が進んでいきます。今回仮にこの構成を組んでみてあまり納得がいかなかったとしても、凸が進むたびに試してもらえるとその進化具合を確認できると思います。ある意味長い時間をかけて完成するパーティーだと思ってもらって大丈夫です。次のキャラ、フリーナです。チャージを最大限盛りつつ、火力と爆発補助、ダメバフサポートを安定させたい編成です。武器は清風剣を採用、生物は劇団4セット、チャージ時計、HP 杯、会心冠を採用しています。清風剣の効果を確実に発揮させるためにも会心率冠を持っています。突破ステが会心率なのもいいですね。ダメバフは自身の爆発と劇団で稼げているので HP 杯を採用、 HP 杯を持てるのでチャージ時計を選択しています。うちではチャージ効率 250% です。今回は無凸での採用、テンプ166で検証しています。無凸だったとしても全然活躍できますので大丈夫です。続いてバーバラ、武器は爆発の回転を意識して鍛造武器の金箔、生物は回復特化の愛される少女4セットです。他に吸気族4や海染め、亡命者なんかもありです。会心源泉ができている場合に関しては武器は清風の方が適正度が上がります。ここの枠、ココミンや金箔モナの方がいいんじゃないかという話をよくされましたが、バーバラの明確な強みというものがあります。それは瞬時全体回復能力とその回復量の多さからです。フリーナの爆発をバフを最大限発動するためには即時に大量の HP の変動が必要になります。バーバラは爆発によって瞬時に全体回復が可能、これによりフリーナが無凸だったとしてもテンションを即座にマックスにすることができます。少なくともこの時点で他の2人にはなせぬ技であります。ココミンは全体回復をする際には爆発が必要、さらには爆発でココミン自身が攻撃せねばなりません。テンションの確保に時間がかかってしまい、フリーナのバフをディシアに与えられないということも起こり得ます。モナは逆にその分バフが可能です。確かに火力面だけいればバーバラよりも優れているんですけども、金箔作の回復量ビビたるものです。フリーナの凸が進んでいる場合はそのビビたる回復量でもテンションを稼ぎやすいですが、無凸の場合はココミン同様稼ぎづらく、また敵の攻撃が苛烈な螺旋などのような環境では事故につながりかねません。2回目以降のローテーションにて同様のパフォーマンスをこなすことが困難になってしまうんです。このような問題たちを解決してくれるのがバーバラだったというわけですね。あと何よりも配布星4という圧倒的お手軽なキャラクターであることは変わりません。他に風元素全体ヒーラーとしてジンを上げる人がいますが、こちらは編成の構築上やりたいことが根本からずれてしまいます。今回ご紹介している編成はディシアが初心者の人でもお手軽に安定して効果力を出せるような編成を目指しています。その際に蒸発反応によってディシアの火力を高める方針を取っているわけですね。しかしジンを組み込むと水元素の供給量が減ってしまい、ディシアではなくフリーナの方で蒸発が起こってしまいます。すなわちウサイの恩恵を受けれることができないんですよね。ジンを組み込む編成をしたい場合はディシアがそもそも従来の運用で火力が出している場合に限ります。すなわちディシアを元から育成している人向け、ディシアモノパイロ編成で火力が出していた人向けになっています。このあたりが初心者さんにバーバラの方をおすすめする理由となっています。持っている生物次第ではジンの編成を組むことも可能ですが、お手軽なバーバラから入ってみようという話でした。理解が深まったらバーバラをお姉ちゃんに変えてみるのは大いにありですよ。最後一枠、ベネットです。共感4セットです。もはや語ることもありません。以上4名の編成を資料歌劇団として称することをここに示します。ローテーションです。ディシアのスキルを1回まず設置します。この中段体制を生かして残り3人をセットアップします。フリーナスキル爆発、バーバラスキル、ベネットスキル爆発、ディシアはスキル再設置から爆発をスタートしていきます。2回目のローテではフリーナの爆発の後に削られた体力をバーバラで爆発で回復という流れです。肩代わりと全体回復があるためフリーナのスキルで体力削られたとしても倒れることはほとんどありません。ではガチビルドについて簡潔にいきます。テンションの確保が簡単なバーバラですが、ビルドをガチなものにすれば別のキャラクターの裏からの火力支援の方が火力を出しやすい傾向にあります。選択肢としてはジン、金箔モナ、カズハなど、
後ろに行くほど回復効果が少ないためテンションの確保が面倒になりますが、その分キャラクター自身による火力の補助の能力が高まります。ディシアのビルドは下界4の異界のしるべ。今回はバーバラをジンに変えた編成で試すとして、ジンにはセーフを持たせます。ジンがセーフを持ってくれるので、代わりにフリーナには鍵を持たせて熟知バフを行います。ジンはベネットと共に使うとサンファイアが可能。炎元素過剰となるためフリーナの HP を稼ぎ、フリーナ側で蒸発を起こしつつディシアにダメバフを与える編成です。編成紹介に関してはここまで。総括です。ディシアは確実にフリーナの実装によって編成の幅自体は広がっています。それは凸が低いうちから貫突のガチ勢の方まで、あらゆるディシアを使ってきた者、使おうとする者たちに当てはまります。今回はディシアの爆発型に新たな光が見出されたことをまとめさせていただきました。よければ参考にしてみてください。ということで、この後は実践編です。最後までご覧ください。どうぞ。遅い。